はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこちらということでですね、はい、大阪防衛戦争が、どえらい展開を見せています。はい、この中国のですね、一帯一路がですね、大阪の港をですね、侵略してしまいそうなんですよね。で、大阪の港をですね、侵略されてなるものかということで、地元の大阪の市議会議員さんとかが、大阪の府議会議員さんたちも、地元のおっさんたちですわ。地元のおっさんたちがですね、大阪を守れ、日本を守れ、ということでですね、中国のこの一帯一路の侵略をですね、一生懸命防ごうとして、今、もう決死の覚悟で活動をやっているこの問題なんだけど、どえらい展開を見せます。これ地元のですね、おっさんの議員たちがですね、どえらい大物の国会議員、どえらい大物の国会議員をですね、引っ張り出すことに成功しつつあります。もうね、これ、もう言っちゃっていい名前、もう言っちゃうよ、これね。これ地元のね、国会議員の、じゃあ、地元の市議会議員の小坪慎也さんとかですね、ブログですね、もうこの方ね、ブログに書いちゃったから俺もう言っちゃうよ。どえらい大物の議員、ね、誰なのか、誰を引っ張り出そうとしてるのか、はい、まず行くよ。3人のね、超大物議員をですね、この大阪公安のね、このままね、引っ張り出そうとしてるのか、誰を行くよ。まずね、はい、甘利さんです。自民党の元幹事長、甘利さん。そしてですね、現役の大臣のですね、小林鷹之さん、現役の、この方一番大事なところのポジションにいる方だからね、経済安全保障担当大臣が、この大阪公安の問題をですね、に、これ、加わってきそうだっていう話なんですよ。で、3人つったでしょ、俺ね。3人目誰なのか。これ3人目はですね、これね、私の妄想なのよ。妄想なんだけど、ただ、かなり角度の高い想像だと、僕は 99% この人出てくると思います。これね、3人目誰かっていうとね、どっかの党の政調会長、ちょっとね、俺の妄想でね、現場に迷惑かけられないから、名前も写真も出さないんだけれども、どっかの与党の政調会長、みんなが今一番ですね、総理大臣になってほしいと思ってるあの女の人、はい、橋本徹のアホにですね、中国に一体何をもねるんですかって一撃食らわしてくれた、あのみんな大好き、あの女性の方もですね、この大阪公安の方に出張ってきてですね、日本の大阪をですね、中国の一帯一路から守る動きにね、加わってくるそうな状況になってまいりました。はい。ほんでね、ちょっと、俺、感動しないでしょなんだけど、ちょっとね、こっから先はですね、大阪公安の問題をですね、説明されるのも知っとるわいというね、詳しい方に先のお願いをしておきます。大阪市議会に電話しよう。大阪市議団にですね、電話しよう。どんな電話したらいいか。俺電話しました。事務所の、この後ね、このね、小坪慎也さんがね、本編、ブログの中でですね、関係者のね、大阪市議団の方のね、名前とかね、連絡先が全部載っけてくれてるから、これを概要欄に貼っときますから、それを見てですね、もう誰でもいいよ。大阪の人間じゃなくてもいい。俺大阪の人間じゃないけど電話したからね。こんな電話すればいいんですよ。事務所に電話したらですね、大体ね、秘書の人が出ます。で、僕の時はね、兄ちゃんが出ました。だから秘書の兄ちゃんが出ました。ほんでね、ここにね、大阪公安の MOU の問題に関してですね、この大阪の市議の方から多分アンケートが来てると思うんですけども、これぜひ答えてもらえたらなと思います。これ結構心配してるんでですね、ちょっと答えてください。お願いします。これだけでこんなんでいいよ。それですね、わかりました。〇〇の議員の名前だけど、〇〇にちゃんとお伝えしておきますね、つってね。やっぱりね、国民が出ましたらね、政治家の事務所はめっちゃ丁寧に対応してくれるわ。答えてくれました。こういうね、電話をしてくれ。先にこれだけで、もうこの後ね、私ね、この問題、何が問題なのかっていうのを語っていきますけれども、これ、詳しい人はね、もうその説明いらんじゃん。電話してくれ。小坪さんのこのホームページに電話してくれ。それだけ言ってきますわ。はい、ということですね、これ、ということをですね、詳しい方にお伝えさせてもらいました。ほんでね、この問題詳しくないと、大阪防衛戦争はぁ、何言っとるんだ、お前という方に対してですね、今ね、大変なことが起こっているということをですね、これね、上海電力の先島ソーラーとかですね、中国企業しか入っていない、洋上風力発電とかですね、あれと同じレベルというよりか、あれよりもですね、若干ヤバさは上です、こっちの方が。で、それをですね、大阪の地元の議員のおっさんどもがですね、なんと中国を撃退してしまいそうってですね、もう信じられない流れになってるんですよ。信じられない流れになってるの。だからね、ちょっとね、で、俺、これ、話がすごすぎて内緒してたんだけど、俺たちさ、政治家に対してさ、めちゃくちゃ文句言ってるじゃん、普段。もうめっちゃ文句言ってるじゃん。でもね、今回ね、地元の市議会とか府議会のおっさんたちがね、めっちゃ頑張ってね、信じられない動きを見せてですね、もう国会議員のさっき言った超大物で引っ張り出してですね、これ多分ね、何を狙ってるかなんとなくわかるの、これ書いてないけど、俺もう先に言っちゃった、俺の想像よ。多分ね、これ特にね、この小林さんたちからのですね、行政指導を狙ってるんだと思います。ところで、経済安全保障なんていうのは、中国は経済的に世界を支配しようとしてるのはもう有名な話じゃないですか。で、これにですね、加担するような動きをですね、これ大阪公安が見せちゃったの。で、これね、大阪公安は公安で、中国に騙された可能性もあるんですよ。騙された可能性あるのよ。だって、大阪市のね、さ、この発表としては、一帯一路に参加するつもりはないとか言ってるんだけれども、まあ、中国の方では完全にこれ、一帯一路にですね、これ、人民日報なんだけど、一帯一路に日本が参加してきたぞってのはもう大騒ぎになってるんだから。ね。
だからね、これ、ワンチャンね、大阪公安局もですね、こう中国に騙された可能性があるんだよ。うん。でですね、だからこそですね、この大物議員さんたち、特にね、この小林さんからのですね、経済安全保障担当大臣からの行政指導という形で、行政指導という形でですね、多分ね、これ止める、この、パートナーシップ契約をですね、中国と結んでしまって、これをね、撤廃させようとしていると思うんだけれども、でも俺たちさ、もうね、政治家の悪口ばっかり言ってるのは、でもね、地元のおっさんたちが今回信じられないくらいの動きを見せ、俺、ちょ、ほんとね、もう、すごすぎて感動しちゃってるんだけど、すごい動きを見せてですね、もうあとはね、もう政治家としてやれることは全部やったと、あとはね、国民の方がですね、一本電話をするだけで、この中国の一帯一路の侵略を防げるという形をね、このおっちゃんたちが作ってくれたのよ。もうあとは僕たち次第だよ。だって普段さ、政治家に死ぬほど文句言ってるのに、その政治家が作ってくれたこの状況、で僕たちがね、たった一本電話するだけでですね、中国の一帯一路をですね、この侵略を防げるかもしれないっていうこの状況、この状況をね、作ってくれたん、政治家が。じゃあね、もう普段から文句言ってる俺たちが動かないでどうすんのよ。なあ、もうだから電話して、お願い。もう本当に、もう感動したもん、今回の動き見て。マジで。はい。これ、でも何の話なんだっけ、俺、もう分かんなくなっちゃった。あ、ほんでですね、これね、そもそもね、この問題何なんだと、お前は何を泣いとるんだと、大阪防衛戦争ってそもそも何を言ってるんだと、戦争なんかしないだろうという方に対してですね、今、とんでもないことが起こっているということを先に説明させてください。この問題何かというと、大阪の港の問題なんです。これね、大阪にはですね、これね、大阪市と大阪府がですね、合併して、合体させて作ったですね、大阪公安局というですね、公務員の組織がございまして、これがね、大阪のこの港をですね、全部牛耳ってるというか管理をしてるんですよ。で、この大阪の公安局がですね、なんとね、中国のね、武漢と、コロナで有名になった武漢とですね、パートナーシップ交契約を結んでしまったんです。で、これによるメリットっていうのはこれから作られていくと思うんだけど、これで結んじゃったんですよ。でもね、今のご時世ね、中国の一帯一路が危ないとかね、中国と契約するのはやばいとかですね、いっぱい言われてるにもかかわらず、このね、このパートナーシップ契約ね、地元の住民に何の説明もなし、そして地元のですね、府議会議員とか市議会議員にはですね、何の説明もなし、当然そこから通じて、市民とか我々国民とか国会議員にも何にも説明がないっていう状態で、公務員が勝手にね、お役所仕事で結んじゃったんですよ。ね、で、これがですね、後々なってですね、これね、ほら見てみ、これ、一帯一路連通提携プロジェクト。ね、これ、中国の悪名高き一帯一路のプロジェクトだって発覚して、これはもう大騒ぎで、ね、日本のマスコミはですね、なぜか分からんけれども、この話をですね、一切報じてなかったんだけど、中国はもう大騒ぎよ。ついにあの一帯一路のプロジェクトってね、もともとね、日本で入ってないのよ。中国の公式の発表ではね、入ってないのにもかかわらず、この一帯一路に関してですね、日本を取り込もうとのに成功したっつってですね、もう中国ではもうこれ人民日本本国で大騒ぎで、この状況を突きつけてですね、中国の同じくメディアなんですよ、大企業さんですね、大企業さんっていうのはですね、中国共産党っていうのは非常に世界にとって良くない組織だっつって、中国共産党の悪事をですね、世界に発信してくれてる非常に正しいマスコミだよね。このね、大企業さんがですね、この大阪のこのパートナーシップ国契約を見てですね、ノーガードですね、大阪さんと。それ本当に危ないと思いますよということで、ノーガードは致命的ということでですね、これ、日本に対してこう警告をしてくれると。海外とか中国のマスコミはこんな感じなんだけれども、こう日本のマスコミが全然報道しなかったせいで、日本の議員は誰も知らなかったんですよ。で、これは今月、これね、西村ひかるさんというですね、大阪の府議会、今回のこの問題、これは問題だって動いてくれてるですね、中心的な方ですな。この西村さんがですね、これ5月のこれツイートよ。今月ですね、なんじゃこりゃと。ね、我々パートナーシップ契約を結んだのは、昨年のですね、冬ぐらいの話なんだけど、今年の5月に、地元の議員がですね、なんじゃこれやと、武漢の新しい港とパートナー契約不覚にも見落としていましたと。てかこれ大阪公安局からメールがこっそりいつ届いていただけじゃねえかと。でこれなんだこれはっつってですね、西村さんがですね、大阪公安局行ってですね、説明しろっつってこと経緯の説明を受けたんだけれども、全く納得がいかないと。いうことをですね、今月の頭5月にでつぶやいてですね、これを契機にですね、他のね、地元の議員さんたちもですね、俺も知らない、なんだこれだと、なんならね、これね、維新の会の議員ですらですね、ね、なんだろうね、これって言ってるような状況で、もうどの国会議員も全然知らないっていうような状況がですね、あるわけなんですよ。ほんでですね、これね、じゃあね、これ、さっき言ったでしょ、これ、一帯一路にですね、これ含まれていると、それがそんなに問題なんですかって思う方いらっしゃいますよね。一帯一路って、今世界でめちゃくちゃ危険視されてるんです。はい。まず一帯一路の犠牲になった国のお話、はい、これがスリランカ、ね、スリランカがですね、何年か前にですね、これ中国の一帯一路というのはですね、なんか中お金持ちの中国がですね、貧乏な国にお金をあげますとね、これで港とかインフラを整えてくださいよ、みんなで豊かになろうぜってですね、甘いことを言ってですね、お金を山ほど貸して、ちっちゃい国であればとてもじゃないけど返せないというくらいですね、とんでもない借金をさせて、でその借金の方にですね、その国の資産を奪っていくってですね、これが、ね、一帯一路の正体なんだけど、その正体に、ね、気がつかなかったスリランカはですね、もう何年くらい前かな、10年くらい前かな。
な、に、この一帯一路にですね、参加をしたんでございますな。その時にね、スリランカの国内でもいろいろ問題はあったんですよね。中国と台頭している中国にですね、力を借りるなんていう危なくないのか、みたいな声はあったんだけれども、このね、当時のスリランカ政府はですね、ね、中国だけではございませんとね、日本にも、アメリカにも、イギリスにも、他の西側諸国にもですね、スリランカっていうのはいろいろ援助をいただいていますとね、そのうちの、一つが中国だって、中国っていうだけですよ、なんてことを言い訳にしてですね、中国の一帯一路に参加をしたんですよ。で、結果としてね、中国の還元にですね、騙されてですね、中国から信じられないような借金をですね、しまして、結果書いてあるとおりで、デフォルト、国の経済破綻しました。借りていた借金をですね、返せなくなっちゃって、デフォルトしました。という形でですね、で、しかもスリランカ港まで奪われてるしね、中国に港奪われてるんですよ。っていうような状況がですね、これがね、2007年後、5年くらい前の話なんですよ。このあたりからですね、中国の一帯一路っていうのはあまりにも危険であるとね、債務の罠なんて言ったでしょ、あまりにも危険であるということでですね、はい、これオーストラリアの話、これ前の動画で言ったけれどもね、オーストラリアもですね、今回の大阪と非常によく似た形がありまして、オーストラリアのですね、地方都市、ビクトリア州っていうですね、一地方都市がですね、これ中央政府にはですね、何の連絡もなくですね、勝手に中国と一帯一路契約結んじゃったんですよ。ね、今回の大阪の公安局みたいです。な、勝手に結んじゃったんですよ。こっそりとね。で、これがね、後になって発覚をして、これ、オーストラリアのね、中央政府がですね、ふざけるなっつってですね、これ、行政指導みたいな形が入ったのかな。このね、地方政府が勝手に結んだ、このパートナーシップ契約みたいなもの、これをですね、破棄したんです。撤回したんです。破棄したんです。っていうようなことがね、世界中で今起こっているんですよ。ほんでね、これだけではなくてですね、今ね、この中国のね、このね、大阪公安局がですね、勝手に中国とですね、経済的な連携を深めるためにですね、結んでしまった、このパートナーシップ契約。これってね、世界の大きな流れに、思いっきり逆らってるんです。思いっきり逆らってるの。それがさっきちらっと見ちゃったら見えちゃったかな。これ、日米首脳会談。昨日あったよね、日米首脳会談。この日米首脳会談にもですね、完全に逆らってるんですよ、大阪パートナーシップ契約。で、これね、日米首脳会談でいろんなね、大事な話があったんだけれども、その一番大事な、一番じゃないか。まあ、一番かもしれないな。その大事な話の柱の一個がですね、これだよ、これ。これ、昨日も僕も動画でちょっと言ったかな。はい。インド太平洋経済の枠組み、IPEF。IPEF。これね、TPP とかさ、RCEP とかあるじゃないですか。ね。RCEP は中国が主導のですね、経済の枠組み。TPP は日本が主導の、経済の枠組み。そして、この IPE っていうのはアメリカが主導のですね、このインド太平洋地域のですね、経済的な枠組みなんですよ。で、これなんでできたのか、これなんでできたのかっていうと、これ書いてある通り、アメリカ主導で中国に対抗するための組織なんですよ。もうちょっと言うとですね、これだ。貿易をめぐる労働環境問題への対応やデジタル貿易など TPP に盛り込まれたルールを取り込みつつですね、半導体などの重要物資や先端技術の供給網を強化をすることで脱中国依存を目指す枠組みなんです。それが今回の日米首脳会談できっちり発表されたですね、 IPEF というものなんですよ。ね、わかります。大阪公安局のこのパートナーシップ契約が、ね、日米首脳会談の柱の一個であったですね、この IPEF にどんだけ反したものかっていうのわかりますか？わかりますか？なんなら大阪公安局は文句あんのか、大阪公安局は。じゃあさ、今さっきバイデンあれだな、なんかエアフォースワンで書いていったけれども、そのエアフォースワン呼び戻せ。お、バイデン呼び戻せよ。で、バイデンをですね、大阪公安局に行かせようぜ。そしたら大阪公安局、今回ですね、中国の武漢と結んでしまったパートナーシップ契約、これをバイデンに話してみろよ。の話してみるよ。ね。ああ、バイデンさん。バイデンさんはですね、中国をですね、この物流の仕組みからですね、外していこうとね、中国と一帯一路っていうのは危ないからですね、やっぱり中国を外した経済的な枠組みを作ろうじゃないかって言ってるバイデンさん。でもね、大阪としてはですね、あんたの考えには反対なんだ。ほら、見て、大阪の港はですね、中国の武漢とね、一帯一路契約をね、パートナーシップ交契約を結んでしまいましたが、バイデンさん、何か文句はございますかとか言ったらバイデンぶち切れると思うよ。なあ、ぶち切れると思うよ、バイデン。なんでバイデンのことですからね。中国が台湾に侵攻してきたら、アメリカはですね、軍事介入をする。もうついでに大阪にも軍事介入をするとか、あのバカ言い出しかねない。バカとか言ってごめんね、バイデンね。言い出しかねませんよ。な、こういう感じでですね、これね、つい昨日行われたですね、これ、日米首脳会談。日米首脳会談の意義をも揺らがしかねない。それがですね、この中国が、これ、大阪のですね、パートナーシップ契約なんですよ。わかります？でね、この流れをですね、
見てですね、あのね、やべえやべえと思ったやつがいるんだよ。昨日ツイートしてるんですよ。これ誰だっけ、どこいたっけ。あ、そうだ、ちなみにね、これね、国会議員もう一人大物いたわ。そういえば、あの、桜田さん、あのね、自民党のですね、副幹事長も務めない、桜田さんがですね、なんか先走る感じでですね、これね、このパートナーシップ契約ですね、問題だなってこれつぶやいちゃったな、これ。超大物だよ、この人。超大物の国会議員がですね、これなんか先走った感じでですね、つぶやいてくれたんですよ。これ、ありがとう。これも伝えておくわ。ほんでですね、今回ね、この盛り上がりに関してですね、まずいまずいと思った男がこいつなんですよね。吉村さん、はい、大阪府知事の吉村さんでございますよ。大阪府知事の吉村さんがですね、やばいやばいと、このパートナーシップ契約に関してですね、国民が気づき始めてるということでですね、この鎮火させるために書いたのがこれなんです。で、先に言っておくとですね、多分ね、維新の会の議員さんのね、書き込みとかもいくつか見たんだけど、維新の会の議員さんはですね、この MOU に関して知らなかった可能性あります。そう、維新の会の議員にすらですね、まともに説明をせずに勝手に公務員がね、突き走ったんですよ、おそらくね。でね、これのツイートというのはどういう立ち位置かというと、僕の想像だけどね、これ吉村さん、公務員のトップって誰ですか？そう、府知事なんですよ。だからね、これ自分の部下である公務員がやってしまったことをですね、あのね、なんか問題視されそうになっているから、これを鎮火させるために書いたのがこの文章なんだけど、おそらくね。でも、ね、吉村さんね、これね、めちゃくちゃ失礼よ、これもうはっきり言うけど。読んでいこうか。ネットの世界の創造が記事になったので、参考までに、大阪府や市がですね、一帯一路、中国の悪名高き一帯一路に参加をすることはありません。明確に否定しておきます。これわかります？どんだけ失礼か。ネットの世界の妄想が、これ、あまりさんとか小林さんはネットの世界の妄想なのかな？そうなのかな？この小林さんの小坪さんというのは、これ妄想の、実際にこんな方いらっしゃらないのかしら？ね、めっちゃ失礼でしょ？ね、俺がですね、動画で言ってるだけだったら全然ネットの世界の妄想でいいわ。それでええわと、でもね、実際にとんでもない数の、だってこれさ、大阪市議会が動いてるのよ。大阪市議会ってね、めっちゃ力あるからね。政令指定都市の大阪市議会って、国会議員もですね、ビビるくらいの力があるんですよ。その大阪市議会の多数の面々がですね、この大阪公安の問題は大変だっつって今動いてるのに、それをね、ネットの世界の想像で切っちゃったんですよ。こんなん許されませんからね。ふざけるなよ。ほんでね、これみんな、まだ見て、スリランカみたいなこと言ってるんですよ、この人また。なおですね、大阪港湾局は同様の覚書を、台湾の港、そして東南アジアの港、欧米の港、韓国や中国の他の港と、合計16の港と提携していますと、日本国内の他の主要の港もですね、あの、横浜とか東京のことかな、もうですね、各自でですね、結んでおりますから、そんな大した話ありませんって言ったんですよ。これね、これスリランカと同じこと、ね、一対一路に、ね、参加をしたらですね、これ中国にですね、これいろんなものを牛耳られるんじゃないかっていう不安の声が出てたんだけどね、さっき言った通りですね、日本とかですね、アメリカとかいろんな国から援助をいただいていて、中国もその一つにすぎませんから大丈夫だよーってこれ言ってですね、結果中国の借金が原因でですね、デフォルトをした、国経済破綻という状況になった。全く同じこと言ってるんですよ。言い訳完全に一緒。まあ、ふざけるなっつう話なのよ。ほんでね、これね、マスコミもですね、これね、マスコミもですね、これね、これ一体大阪府が、牛が一体一路に乗り込まれる中国ブランドの提携が読んだ波紋という形で、これね、産経新聞が報じるんだよ。これどっちかって言ってですね、これは大した問題じゃないですよみたいな記事に、ふざけた記事になってるんですよ。で、これマスコミ、多くのマスコミはなんでこんな感じかっていうと、簡単ですよ。あのね、これね、これ中国、さっき見せたですね、あの、中国共産党のですね、プロパガンダ誌、中国人民日報の記事が、この中にですね、日本のですね、トヨタとか、さっきこの間の動画でも言ったけど、日本のトヨタとかホンダとかイオンとかね、三井、三菱、もう超大物企業がいっぱいね、あの、このパーティーに、ね、参加しやがったんですよ。ね。この方々は日本のことというよりも、自分たちが儲かることがね、企業ですから最優先でございますから、これ参加してるのよ。したらね、このイオンとかトヨタとかからですね、広告費をアホほどもらってる、ね、アホほどもらってるですね、マスコミはですね、逆らえないのさ。だからですね、これは大きな問題じゃないよ、なんてことをですね、言ったりとかしてるんだけど、でもね、マスコミもですね、徐々にこれ論調変わってきてまして、はい、来ました。同じですね、同じ、あの、富士山系グループのですね、あの、有感富士山、この有感富士山の中でですね、我らが有本香里さんがですね、この大阪公安局のにですね、これ触れてくれました。あの、上海電力の先島ソーラーのことを言った後ですね、ちょっと付け加えてくれたんですよ。これちょっと読んでおこうか。有本さんの記事だからね。大阪のですね、港の妙な風向きはこの件だけではございませんと。ね、大阪公安局が昨年12月、大阪、湖南省か、なんだけど忘れてたら、湖南省は武漢とですね、パートナーシップ契約を締結していると。同様の覚書を大阪市は過去に上海やフィリピンなどと結んでいたが、昨年末の締結は少し事情が違うんだとね、大阪港担当
独ではないんですよ。そうなんですよ。これね、20年の10月にですね、大阪市と府のですね、港湾局を統合して共同設置された大阪港湾局が一元管理をする大阪港と府の A 港湾すべてが対象の、これ全部対象、これ大阪の港だけではなくて、この港全部が対象で一帯一路に参加をしちゃったんだよ。そういう意味合いがあるから、これ普通の話じゃないんだよってことを言ってくれてまして、この時期にね、中国との経済連携は非常に危ないっつってですね、日米、これ、日米、首脳会談の中でですね、これ、中国を外した枠組みを作りましょう。ね、中国を外した経済の枠組みを作りましょうって、こういうことを言っている時にですね、大阪はね、それに完全に逆らう形で、中国との結びつきを強くしますっていうですね、武漢を相手にした提携をですね、躊躇をせずに結んでしまったこの行政にはですね、違和感がございますよね。先人が永遠と作り上げてきた大阪の水辺がですね、中国の浸透口、中国の侵略の窓口になっているのではないでしょうかと。その警戒感を官民で共有して、これを急に終わらせたいところであるという形でですね、多くのマスコミもですね、これやっぱ問題じゃないのという形で触れてるんですよ。わかります？これ。特にやばいのが、ほんとね、日米首脳会談でね、話をされていた、この中国を外した経済の枠組み、これに重くそ大阪公約逆らってるんですよ。逆らってるんですよ。で、これ、パートナーシップ公約契約を結んでしまうと、これね、あのね、まずね、大阪から中国に出て行って、で、中国からヨーロッパとか、中央アジアにですね、物を運ぶっていうルートなんですよね。これですね、もしね、中国とですね、日本が仲悪くなったりとかしたらですね、中国のことだから、もうじゃあ、このパートナーシップ公約契約をですね、破棄するとか言ってですね、これ、この流れがですね、この流れがメインで利益を上げるような状況にね、数年後になってしまったとするじゃないですか。そのね、大阪もですね、このパートナーシップ公約を頼るしかないっていう状況になったタイミングで、中国はですね、やっぱりこの契約を破棄しますって言ったらですね、大阪死ぬんですよ。でもそうなったら、中国の武漢も死ぬんだよね。だからね、普通に考えて民主国であればですね、地元のね、武漢のですね、人々もですね、経済が死んでしまうから、普通は中国できないんだけど、まあ、中国のさ、ゼロコロナ政策とか見てみろよ。なあ、もう、上海ではもう偉いことになってるじゃないですかね。ビルから人が飛び降りるとかね、もう偉いことになってるんですよ。でもですね、中国共産党自分のメンツを保つためであるならばですね、中国人民なんかどうなってもいい。これが中国共産党ですよ。となったらですね、大阪を殺すことができるであれば、武漢の方々には死んでもらいましょうか。こんな決断をですね、中国下しかねないんですよ。下しかねないんですよ。だからこんなに大問題だっつってるんですよ。はい。ということでですね、これね、見知らなかった方も大体分かっていただきました。これね、大阪が中国の一帯一路に牛耳られてしまいそう。それをですね、一生懸命ですね、地元の議員さんたちがですね、頑張って食いとどめていると。そしてですね、いろんな方法を使ってですね、ついに大物の国会議員をですね、引っ張り出そうとしています。で、この方々が動くためにはですね、土台が必要で、その土台っていうのがですね、このね、小林慎也さんが一生懸命作っていたアンケート、ね、各、地元のね、各議員団にですね、アンケートを配っていて、無用、このね、公安、大阪の公安局がやったですね、この MOU、この中国の一帯一路に組みするような、このパートナーシップ公約について、知っていましたか？説明を受けましたか？これについて納得をしますか？って、すごい簡単なアンケートを送ってるんですよ。で、このアンケートが返ってきたらですね、そしたらそれが地元の議員の総意である、そしてですね、国民の総意であるとしてですね、このアンケートを持ってですね、この超大物の議員、この超大物議員に加えて僕の妄想だとおそらくですね、どっかの与党の政調会長、みんなが国家総理大臣になってほしいと思ったあの女性もおそらく動くんです。動くの。うん、という状況になってきておりますと。最後にですね、だからですね、皆さん電話をして、あんで、で、それね、この小林さんのですね、ブログを僕の概要欄貼っとくから電話してほしい。でね、この小林さんのですね、これ、まあ、もうクッソ長いツール、クソ長いとか言ってね、ごめんなさい、コスボさんね。これね、ブログのですね、この一部分を読んでですね、終わりにしたいと思います。いきますよ。はい。この回答、つまりですね、このコスボさんたちのですね、この今回の、このなんだろうな、ウクライナを守ってるアゾフ大隊みたいな、例が悪いかな、どうだな。まあ、この大阪防衛戦争戦ってるですね、議員さんたちが作ったアンケートが返ってくればですね、もっと別のことができるんだと、ここからね、もう最後のとどめがさせるんだとね、何を狙っているのかはこの記事と同じくらいの書類量になるから書かないで書いてあるけど、これ多分ですね、この大物議員、特にね、この、小林さんかな、この小林、経済安全保障担当大臣からの、この行政指導ね、大阪公安局に対しての行政指導、これが入ったらね、パートナーシップ契約をですね、破棄せざるを得ない状況になると思うから、多分ね、そこを狙ってるんだと思うんだ、おそらくね、書かないと。でも持っていきたい方向は示したつもりですと。オーストラリアの場合は、最後は国が動くんだ。地方自治体が中国に侵食をされていたとしてもですね、最後は国が動いてですね、助けてくれるんだと、この動きを作ろうとしてるわけですよね。経済安全保障法制は成立をしました。しかし、オーストラリア同様ですね、強権は有していないと、それを嘆く主はですね、そこで嘆いて文句だけ言ってればいいんだと、座っていればいいんだと、今ですね、我が国には所轄の担当大臣なんて小林さんというですね、担当大臣なんているんだと、あるもので戦うしかないだろうと、最初から最短経路を駆け抜けていたとね、そうなんだよ。俺も分かってなかったんだけど、この人たちは
ぱすごい動きをしてたんですよね。最後にものを言うのはですね、地元の議員の考えはね、これが国会議員の口癖だとね、やっぱりね、選挙のこともありますしね、やっぱりね、地元の国会議員が何を考えてる、そしてその地元の国会議員の背景にいる、市民や国民がですね、一体どういう意見なんだ、この意見をですね、が国会議員の一番気になるところなんですよ。で、これをね、集約したものとして出すために、今回のアンケートの回収が必要なんですよね。はい。だからですね、先に甘利さんはもう書いてるもう書いちゃってんだよ、名前をね。先に甘利さんのところと小林大臣のところに文書の提出を並行して進めていたとね、議員団からのですね、回答が一枚でも多く返れば、国は動きやすくなるんです。そうなんです。それはそうですよ。しかもね、これを管理してるのが、大阪市議会だから、大阪、政令指定都市の大阪市議会がですね、出してきた書面はですね、絶対に国会議員無視できません。絶対にできないから。はい。思うっていうかですね、そのあたりを調整していた地方議員は別にいて、最初からチームプレーでやっていたんだとね、ゴールに見せかけ、長いけど、ちょっと読むか、最後大事なところだからな、ゴールに見せかけた泥まりに突っ込ませるような、そんな発言を政治家としてはしたくないと。で、要するにこれね、甘利さんとか小林大臣の名前をね、ここ挙げてるでしょ。これでとんでもないことだからね、俺みたいなクソ YouTuber がですね、高市さん頑張れとか言ってる分にはね、全然ね、問題ないんだけど、こういうね、実際の政治家さんというちゃんとした大人がですね、甘利さんとか小林さんとか超大物の名前を使うときは、もうね、根回し絶対やってるんですよ。当たり前じゃん。根回しもせずですね、大物の名前を勝手に口に出したりとかしたらですね、後で大問題になるんですよ。でもね、あえてね、この小林大臣とか甘利さんの名前がここに出てきてるってことは、甘利さんのところに、小林大臣のところには、この大阪公安局の、この中国の一帯一路とですね、パートナーシップ契約を結んでしまったこの問題は、もう届いてるのよ。あとはこの大物の議員が具体的な行動に移すためのアンケートの回答さえ、アンケートのですね、回答さえで、ね、整えばですね、もうこの大物議員が、なんならどっかのね、与党の政調会長も動くんですよ。その状況ができてるということがね、この文書に現れてるんです。絶対そうだよね。俺の勘違いないよ。絶対そうだよね。ということなんですよね。ほんとですね、騒いで終わりであるとか、維新だけ叩いて終わりなんてさ、つまんないでしょうとね、守るのはさ、大阪じゃないんですかとね、日本第二の都市をですね、守ることが目的であって、騒ぐためじゃないんだぜとね、だからです。だからですね、今回の件は徹底して維新批判も控えたとね、目的がボケないようにね、あくまでもですね、維新も仲間に加わってもらってね、公明党も仲間に加わってもらって、自民党も仲間に加わってね、なんなら立憲とかですね、日本共産党も仲間に加わってもらってですね、みんなして中国の侵略を防ごうじゃないかという動きをですね、作ったんですよ。もうすごすぎるわ。うん。で、ちょっとコーヒー飲む。で、それにですね、他国の事例を踏まえれば、本当にね、これ、大阪公安局自体がですね、中国に騙されてしまったという可能性もあるんですよね。あるからこそですね、あんまり批判をしなかったとね、私の目的はですね、我が国を守ること、我が国が日本列島そのものが一帯一路に組み込まれて、対中国包囲網の穴になってしまうとね、日米首脳会談でも言われていたことにね、完全に反する動きだからね、これはね、これを防ぐことと、大阪の政治家に今ここまで中国に言われている、世間伝に使われていると伝えることと、これで、本当にね、日本のマスコミ伝えないからわからないけれども、中国人民日報なんかではですね、このね、大阪がですね、中国の一帯一路に組み込んだことに成功したぞっつって、めちゃめちゃ喧伝してるからね、めちゃめちゃ利用されてるんですよ、この大阪の。ほんでですね、あの時ですね、闇の熊さんたちが動いた時、これね、こそこそね、結構俺の名前挙げてくれてるんだけど、もう、こっぱずかしいからですね、それやめていただけないんだけど、恥ずかしいんだ。まあ、闇の熊さんたちがですね、動いた動画って、実はこの布石だったんだと。最初からですね、オーストラリアをモデルケースにして、凄まじい数の地方議員が集合して、本件は動いてるんだと。で、僕が作った動画ね、たまたまですね、この大阪議員のですね、正義の議員さんたちとですね、同じ動きになっちゃったの。これ偶然だからね、本当にね、うん。で、一部のですね、国会議員も、水面下では調整に入っているとね、そもそもこのアンケートの構成は、現職国会議員の秘書たちが必死にやったもの、もうね、大物国会議員さんたちで動いてるんです。すごいでしょ。政治にはですね、絶対はなくてですね、確実な未来を保証することはできないけれども、最もですね、最もらしい方法を示すこと、そしてこの闇の中にですね、一筋の光を示すことはできると信じているというようなコメントがあるわけでございますよ。あとは長いからこの話しとこうか。ということでですね、皆さん、もう何を言いたいか分かっていただいたら、長い動画になったかもしれないけど、はい、大阪を守るために地元のですね、おっさん議員たちが立ち上がったんだ。で、このおっさん議員たちの心意気に応えてですね、国会議員の超絶大物がですね、動いてですね、行政指導という形でですね、この大阪公安局をですね、止めようとしてるんだ。で、この大阪のこのおっさん議員、この大物議員たちを動かすためにはですね、このおっちゃん議員たちがですね、地元の議員団に送っているアンケートの回収が何よりも大事なんです。アンケートの回収さえなればですね、多分、破棄になるぜ。防衛戦争勝利になるよ、これ。
もう今、キワキワです。多分ね、これね、あのね、多分ね、アンケートの返、あの、回収がね、多分ね、今週中がメドロらしいの、今週中。だからね、もうこの動画を見たらですね、もう明日でも構わん、まあ、今日がいいけど、明日でも構わんから、とりあえずですね、このコスモさんのですね、ホームページの、ブログの中にあるですね、連絡、各議員の名前とかですね、連絡先、一覧がいっぱいあるから、これをですね、私共有しておきますから、これを見て一本電話しましょう。僕はしたよ。僕はしたよ。ね、本人が出ることはほとんどないからね、秘書さんとかが出てですね、あ、ね、なんか大阪公安局のあのアンケートに返信だけお願いします。気にしてるんですって。これだけでいいよ。これだけ言ったらですね、はい、わかりました。伝えておきます。ということで、なってくるからね。ということですね、これ、ね、もう何を言いたいのかよくわからなくなってきましたけど、ちょっとね、これね、ほんとね、なんかね、もうすごいな。政治家ってすごいな。今までなんか政治家の悪口言ってほんとごめんなさい。政治家が本気になりました。大阪の政治家が本気になりました。中国の一帯一路から大阪の港を守ろうとしてます。これに関して、あとは僕たちの電話。あとは僕たちの電話だけでですね、これガチで中国を追い出すことができるかもしれません。ということですね、お伝えしてくれる動画を作ることにしました。で、このね、結末に関してはですね、これね、早ければね、下手したらね、来月とかにね、この動きがあるぜ。動きありますよ。この動きに関してはですね、私、どんどんお伝えしていきたいと思いますので、もしよければチャンネル登録お願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。いやー、もうちょっと興奮すぎてですね、もう分かったみんな何言ってる。俺何言ってるか途中で分かんなくなっちゃったから大丈夫？まあでも俺の動画大体こんな感じだから大丈夫か。ということで皆さん、電話です、電話です。僕はしたよ、僕はしたよ。大阪の人間じゃなくても電話できますから、電話しようぜ、電話しようぜ。ちょっと、だって、あと優しい電話な、乱暴の電話はダメですよ。優しくですね、お願いしますって言って切ればですね、もうそれだけで効果あるみたいだからですね、頼みますね、頼みますね。ということで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。